若光院は、愛知県犬山市にある新言州地山派の寺院。三号は、津川山。津川山八王連内寺若光院と号する。通称津川観音。紅葉で有名なことから、もみじ寺とも呼ばれる。本尊は、千手観音。随具道な本尊は大随具菩薩である。次年によると、白地五年に、光徳天皇の直岸により、なんと岩合寺の道明和尚の手によって、 混流、シーン18、治療500国を有する盛大な寺であった。A68 年には、織田信長が三景の折清洲城の鬼門神語の霊刹として、国員50国、山林50長部を寄進。江戸時代も治療を持ち続けた。現在は、地域33万平方メートルを有する。参道はすべて、東海自然歩道。境内全域は、 日田木曽川国定公園。別名、尾張の紅葉寺と親しまれる、紅葉の名所。十万坪の広い境内には、約千本の色葉紅葉や、カエデ類が立ち並び、全山道が、東海自然歩道に指定されている。春の桜、シャガ、初夏からの青紅葉と四季折々の風情がある。三条展望台からは、犬山城、小牧城、名古屋ツインターアービルを望むことができる。 栗事務所から山城の本堂、随具堂までスロープカーが運行されている。利用には片道200円以上の志納金を納めることになっている。ありがとうございます。